んにちはにゃでーす。ってことで、ランダンハーデス杯の王冠最楽立ち回り解説やっていこうと思います。そしてコツの解説もやっていこうと思います。さらにですね、今回のハーデス杯、途中でルートパズルが入りますので、ルートパズルの解説もやって、その後にですね、立ち回り解説の方、プレイ動画見ながらやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。そして、今回からですね、ついに、ずっとね、1年以上ランダン動画を助けてくれていたヒロナさんがですね、プロになりました。まあ、全一になりましたよというね、動画を前回のランダン動画で喋りましたが、ついにですね、もうプロ称号ももらって、しっかりとプロになりましたので、今日からですね、今回から、プレイ動画、プロのプレイ動画付きのランダン解説動画になります。いや、すごいですね。すごい。本当にすごいです、ヒロナさん。はい。まあね、すごい昔なんですけど、概要欄とかにね、ヒロナさんのツイッターのリンクとか載せて、その時に一言でね、ヒロナさんいつかプロになると思いますとか、ずっと書いてたんですけど、本当になりました。はい。ということで、全一になって、プロになったヒロナさんのプレイ動画もお楽しみください。はい。ということで、よかったらね、参考になったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いいたします。ヒロナさんに対しての高評価も受け付けております。はい。ということで、まずですね、報酬の方をね、今回のランダン確認しようと思うんですけど、報酬はですね、別にいつも通りの 5% 王冠でございます。で、虹メダルだったりとか、まあ、玉ドラだったりとかがもらえますよ。遅延耐性とかですね。遅延耐性じゃないですね。操作、上限解放とかの耐性、玉ドラがもらえます。まあ、報酬目当てでね、ランダンやる人はほぼいないですかね。やっぱ王冠狙いでやる人が多いと思います。はい。そして、ルールなんですけど、まあ、左にもね、書きましたが、今回ですね、固定杯なので、とてもシンプルですね。ウェイと、追い打ちと、バインド回復と、L 字消しです。で、まあ、バインド回復と L 字消しに関しては、自力で組まないので、落ち込んできたらラッキーぐらいですかね。追い打ちとウェイを組みます。バインド回復と L 字は落ち込んできたらラッキーでございます。はい。という感じになっておりますので、よろしくお願いします。はい。ということで、それではですね、早速、ハーデス杯の立ち回り解説やっていこうと思うんですけど、その前にね、軽く編成の紹介もしておこうと思います。固定杯なんでね。はい。まず、テティスです。はい。リダフレテティスですね。こちら、陣ですね。はい。三色陣、四色陣ですので、打ちます。これ使いますので、陣だということはね、理解しといてください。で、別にもうリーダースキルとかね、見なくてもいいかな。まあ、一応、水金闇の同時消しリーダーであることは確認しといてください。はい。ってぐらいですかね。そして、結構要になってます。こちら、ディーナですね。これ、一ターンのスキルで、ドロップロックします。あと、水を作ります。この2点が重要ですね。水を作る。まあ、これ、場面悪かったら打てます。そして、ルーレットが来たらディーナ打つって感じでございますので、ここも押さえておく必要がございます。で、他のね、3体に関しては使わないので、今説明したね、テティスとディーナ、こちらだけね、押さえておいてください。ということで、早速ね、立ち回り解説の方やっていこうと思うんですけど、その前にですね、今回ハーデス杯途中でルートパズルが来ますので、まずですね、ルートパズルの解説の方からやっていこうと思います。かなりね、しっかりめに解説をしていこうと思います。はい、ということで、ルートパズルの解説やっていこうと思います。今回ね、画面にデカデカと出しているこの盤面を敵が作ってきますので、これをね、ルートパズルで組む必要がございます。ということで、まず、持つ場所なんですけど、一番左の真ん中の闇、これです。はい。ここを持ちましょう。で、最初にするのが水のウェイを組むことでございます。はい。組んでいきます。水のウェイを組みました。で、その時にね、木を左が、右が左からね、右にずらしましたね。で、木のウェイを組む。で、次もう一回木のウェイを組みます。で、この時に水をあげて、で、木を下にしまって、水のウェイを組みます。はい。ちょっとゆっくりすぎて分かりづらかったかもしれないので、もう一回いきますね。はい。闇を真ん中持ちまして、はい。木のウェイを組んで、水のウェイを組んで、はい、こうでございますね。はい。ウェイ組んでいきます。さあ、もう一回行きましょう。ここの闇を持って、水のウェイを組んで、木のウェイを組んで、木のウェイを組んで、で、木を下にしまって、で、水と闇のウェイを組みます。はい。もう一回行きます。真ん中の闇を持って、水のウェイ組んで、木のウェイ組んで、木のウェイ組んで、木しまって、水のウェイ。はい。これで OK でございます。慣れればね、完成形も簡単だし、簡単にできると思いますので、しっかりとね、頭に入れて、で、実践してください。これがね、ルートパズルでございました。それではですね、続いて、実際のプレイ動画の方で立ち回り解説やっていこうと思います。さあ、ということでやっていきましょう。立ち回り解説。まず1階層、しっかりと盤面を見て、四つ消しパズルしていきましょう。はい、こういうランダーはね、1階層の盤面厳選から始まりますね。はい、ということで、木と水と闇の上に大量に組みつつ殴っていきましょう。突破していきます。で、次の階層は、陣のスキル打ちますので、盤面見る必要はございません。1階層はね、敵が喋ってる間に盤面見といてください。はい、ということで、2階層ここ、テティス打ってください。陣です。で、同じく、四つ消しパズルと追い打ち組んでください。はい。さあ、四つ消し、四つ消し、四つ消しと。はい、OK ですね。これで殴っていきましょう。さあ、7コンボで追い打ちもあって、
これで殴っていきます。はい、オッケー、突破ですね。ということで、続いてです。続いては、3階層でございます。3階層ですね、76番面にされます。で、ここ盤面悪かったら、テチウス打ってください。まあ、基本的にうちでいいと思います。で、ルーレット来るので、ルーレットはね、ディーナのロック使ってロックして殴っていきましょう。はい、四つ消しして、四つ消ししてという感じですね。はい。さあ、ということで、めちゃめちゃ早いパズルですが、これで殴って突破していきます。はいと。さあ、で、敵がね、妙な行動をするので、一旦休憩です。はい。さあ、3F もう一回言いますけど、基本的にはね、テジス撃ってからディーナでいいですからね。今回は盤面良かったから撃ってないだけですね。はい。ということで、続いてなんですけど、固定ルートパズルです。これね、最初に紹介しました固定ルートパズルでございます。はい。まあ、比較的ね、完成形がわかりやすいので、まあ、そこまでね、苦労せず覚えられるかなと思います。ルートパズルをして、殴っていきましょう。はい。オッケー、突破でございます。ということで、ラスト、ボスでございますね。ボスなんですけど、まず盤面パズルするので、盤面見といてください。で、今回ね、テテウス撃ってませんので、テテウスを撃ちます。はい。まあ、普通の場合はですね、テテウス残ってませんので、スキル撃たずにですね、盤面しっかり見て、盤面パズルをしてください。はい。ということで、まずは超根性まで削っていきましょう。はい、オッケーですね。さあ、で、次なんですけど、ルーレット来ます。ので、ルーレットですね。ディーナ撃って、ロックして。で、殴っていきましょう。はい、ディーナで盤面ロックして、はい、殴っていきます。四つ消しパズルですね。はい、ということで、これで倒しておしまいです。はい、いいですね。落ち込ん乗っております。で、これですね。落ち込んによって点数変わってきますので、パズル遅くても落ち込ん乗れば点数出るし、パズル早くて落ち込ん乗れば凄まじい点数が出ますよという感じになっております。今回平均コンボが 7.3 ですね。残りタイム 166.4。で、146,308 でございます。これですね。落ち込ん等乗ればですね、15万点はいけます。後でプレイ動画ございます。はい。まあ、私は出せないですかね。ヒロナさんとかのレベルだと、まあ、出るみたいですよという感じです。そして、立ち回り、こんな感じになっております。はい。さあ、でね、さっきも言ったんですけど、3階層、テティス、ディーナでいいですからね。プレイ動画の方はディーナしか打ってませんが、盤面が良かったからです。補足で書いておきました。3F 盤面が良かったら、テティスなしで打つと、5F の盤面パズルが楽になりますよって感じになっております。ということで、良かったら参考になったら、高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いいたします。それでは、続いてですね、ハイスコアのプレイ動画を見ていこうと思います。こちらですね、ヒロナさんの配信画面を録画したものなんで、ちょっと画質荒いですが、ご勘弁ください。ということで、1階層同じです。盤面で四つ消しして殴っております。立ち回りは全部同じでございます。はい。さあ、落ち込ん乗りまくって12コンボで倒しておりますね。今回ですね、そう、落ち込んがね、大事でございます。落ち込んが乗れば高得点。さあ、2階層ですね。2階層なんですけど、ここ追い打ちと、あと四つ消しですね、殴っていきます。テティス打って、はい、殴っていきましょう。追い打ちを組んで、四つ消しを組んでですね。さあ、で、あとは落ち込んを願うと。はいと、早いですね。パズル力もあって、盤面運もあって、かつ落ち込んだので、かなり今回ですね、まあ、実力と運が試されるランダーかなと思います。はい。ということで突破して、続いて3階層ですね。3階層ここ76にされて、盤面が良ければ、テティスなしでディーナ打って殴っていく感じですね。はい、今回盤面がそこまで良くないので、テティス打って、ディーナ打って殴っておりますね。はい。さあ、四つ消しです。はい。早いですね。さあ、しかもめちゃめちゃ盤面いいですね、これね。はい。ということで、10コンボで落ち込んで11と。はい。これで突破していきます。早い。さあ。で、続いて、次がね、ルートパズルでございますが、この時はですね、ルートパズル使ってないそうです。ただ、そのまま盤面で組んでスコアが出たそうなので、今回ですね、こちらのプレイ動画の方は、そう、自力で組んでますね。あ、でも同じですね、ほとんどね。はい。さあ、ちょっとずれたかなというところですかね。はい。ということで、殴っていきましょう。早いですね、パズルが。さあ、ってことで、ラストでございます。ラストは、盤面で殴った後に、ラストですね。ディーナ撃って倒すとなっています。はい。さあ。はい。ディーナ撃ってますね、ここで。これは盤面が悪くて水がなかったからですね。はい。水作るためにディーナを先に撃ちましたと。で、パズルしてます。光が落ちてますね。さあ、で、落ち込んが乗ってます、乗ってます。四つ消しも入りました。はい。殴って、超根性。さあ。で、はい。ここね、ルーレット来ますので、ディーナ打ちましょう。はいと。さあ、ディーナ打って、ルーレットロックして、四つ消しで殴っていくと。早っ！一瞬で2ウェイぐらいできてる。はい。ということでございまして、これでおしまいでございます。あとは落ち込ん乗って、はい、倒すということですね。残りタイムが157秒ですか。ですね。はい。で、落ち込んが結構乗ってましたね。平均コンボが
はい、9.0 ですね。さっきのが 7.3 だったかな。なので平均項目2ぐらい上ですかね。で、149,650 点となっております。最後、ディーナ打たなければ、定数が、まあ、15万点になったかなと本人言っておりました。ヒロナさん言っておりましたね。ちなみに、まあ、1個目のパズル動画の方はですね、落ち込んが乗れば15万点。こっちは最後、ディーナ打たなければ15万点ということらしいです。はい。まあ、15万点出すためには1日ぐらいかかりそうということでね、今回は15万点になってないプレイ動画でしたけど、おそらくですね、ヒロナさんは点数出すと思います。はい。で、スコアなんだった、立ち回りなんですけど、先ほどと同じこちらとなっております。はい。ということで、以上です。よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いいたします。じゃあねー、バイバーイ。